TV のねむでーす。今日はね、自宅でお酒を飲みながら、今巷で話題のハリウッドブローリフト眉毛パーマっていうのをやっていきたいと思っています。2回ぐらい施術してもらってやり方は覚えたので、多分できると思うので、ちなみに美容の免許持ってるので法律的にも問題ないので安心してください。私はいつもこのキミを飲んでます。これぐらいかな。で、こちらのカレモンさん、これ私、生レモンじゃなきゃ嫌だったんだけど、友達のななこちゃん、ななこがね、変わんねえわよって言うから、変わるわよって言いながらやってみたら全然変わらなかったわけ。それからというものをいつもおかれ飲んで飲んでます。で、あてはこんな感じで、レモンサワーときゅうりの中華風たたき、ミニトマトのニンニク甘酢あえ、枝豆のペペロン炒め、ヨツハちゃんの作ったスパイシーカレーと、ヨツハちゃんが焼いてくれた網焼きの鶏です。めっちゃ美味しそうでしょ。てかこれ食い切れるかなと思うんだけど、意外と食べれちゃうのよ。それでは皆さん、いただきマンチョス&カンパリング、イエイ。ヨツハちゃんってさ、ほんと何使って作っても美味しいわけ。カレーもさ、カレー屋さん、まあこれアレンジちょっとインディアンとか出しちゃったんだけど、いただきます。私あんまり夜はこういうご飯とか炭水化物食べないようにしてるんだけど、これは完全にお酒と一緒に食べれちゃうからゼロカロリーですね。最高。今日も1週間、今週も1週間お疲れ様でした。お疲れ様。ちょっと家で洗うのめんどくさいんで割り箸派です。うまっ。ヨツハちゃんのお店のタレってすごいさっぱりしてて、こってりが苦手な人は最適なの。幸せだね。この枝豆のペペロン炒め、なんかずっとやってみたくてやってみたんだけど、あ、うまっ、うまっ、うん、おいしい。きゅうりの中華炒め、中華風サランラップだと思う、これ。うん、まあどれもさ、めっちゃ酒が進むわけよ。止まんないやんけ。これさ、眉毛パーマできんのかな、やっぱり。私はなんかこのままいったら眉毛パーマできなくなりそうなんで、今からやっていくね。ということで、今からハリウッドブローリフト、ま
眉毛パーマをしていきたいと思います。始める前はこんな感じ。結構ゲジゲジだよね。まずはこの糊で眉毛を動かしたい方向に貼っていく感じかな。ちょっと失礼します。あ、やば、糊めっちゃ固まってんだけど、やば、どうしよう。え、やばいんだけど、これどうしよう。これよこれ、最後の力振り絞ってって感じかな。はい、来た。これを乗せまして、感じ。下の毛もしっかり目つぶしする感じなんだよね。今すごい状態になってると思うけど、とりあえずこれで一液をつけていきたいと思います。あった。その形を崩さないように。でしっかり密着していきます。できた。とりあえずこれで入れて15分から20分置くかな。待ってる間はもちろん飲みながら食べます。で、ついさっきまでね、モネー TV を開設して新しく Twitter を作ったんだけど、これに知り合った素敵な人たちがいて、LINE のテレビ電話してたんだけど、本当に大好きなわけ。みんな、なんかね、私全然チャンネル登録もさ、今日150人ぐらいだけど、当時100人も行ってないぐらいからさ、応援してくれてて、本当にありがたいなって。
嬉しいよねと思って来てくれて、多分そのこうやって撮影したりとかね、編集を頑張ろうと思えるし、本当枝豆のさ、ペペロン炒めなんだけど、うますぎて皮ごと食いたくなっちゃうのよ。食ってみんね。ワンチャンですか。買ってんな。はい、ということで、今ね、ツイッターで仲良くなったお友達と話したら30分経っちゃうから、結構ね、染みてきてるから、撮ってくね。皆さんは30分とか置かないようにしてください。これ今、一液撮ったんだけど、軟化してすごい毛が柔らかくなってます。ちょっと洗ってくるね。崩さないように根元に塗りつけていくイメージかな。そしたらちょっと濡らしたポットなので蓋をしていきます。 OK。 これでまた15分ぐらいかな。煮液つけてまたLINE電話か、話したら30分経っちゃった。取っていきます。洗ってきます。はい、ということで眉毛パーマ終わりました。簡単に言うと、このアイブロブラシで下に行ったりね、こうやって上に行ったり、自由自在で、この足りない場所とかにこうやって動かすことができるから、動かなくて済むようになるんだけど、正直今ね、1液も2液も30分持っちゃったからもうベッタベッタベッタ感じ。何でもいいかな。すごいでしょこれ。全然下にすることはないけど、フェザーブロー的な、この余った眉毛を今からワックス、テープワックスって脱毛していきます。では、見てきます。なんか、剥がしてすぐ押さえると痛くないって言って、多分押すとかやってくれるんだよね。すっごい抜けてるから。
な。これ見えるかな。すっごい綺麗になるから行きまーす。せーの。見た。まあなんか酔っ払いながらやってるからどうかと思うけど多分大丈夫。はい、ということで、無事にハリウッドブローリフト&マックスダスも終了しました。どう？ちょっとね、この動いちゃうから、この前でね。やめましたので、コーティング剤でコーティングして、終了です。どうですかね。はい、ということで自宅でハリウッドブローリフト終了しました。どうでしょうか。それでは今日の動画はここまでにしたいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。それまで、またにぃー。どうして暗闇の中でも。はい、皆さん、今日の動画はいかがだったでしょうか。よろしければ動画を参考にしてみんなも自宅でやってみてね。また Twitter と Instagram のフォローもよろしくよ。そしてグッドボタンとチャンネル登録も忘れずに。それでは次の動画でまたお会いしましょう。それまで、またにぃー。